皆さんこんにちは。こんにちは。遊びのねっちゃんです。やつです。やつです。今日はですね、見ていただいて分かるんですけど、お茶畑に来ております。私だいぶ久しぶりなんやけど、まあもうお茶のシーズン、まあ始まってるんですけどね。まあ僕らお茶し始めるの1年目なんですけど、なんかいらない雑草抜き、なんか謎のツルとか抜いて、そうで2月ぐらいに肥料撒いてみて、はい、で、まあ1年目やし、今年は自分たちでお茶取って自分たちで飲んでみようかな。加工まで自分たちで作っやってみて、それぞれの加工の仕方してみて、それぞれのお茶っ葉を作ってみて、飲んで誰が一番美味しいかみたいな。やりたいな。いろいろ試行錯誤しながらね、お茶も作っていきたいと思うんで、はい、です。とりあえず今日は収穫をしていこうかなと思います。はい。じゃあ収穫スタートしていきます。いろいろ喋ってたんやけど、新芽がやっぱ出とって、で上から数えて何葉とかで、刈るらしいんやけど、葉っては葉っぱってことね。葉っぱ、一芯何葉で刈るらしいんやけど、僕はちょっと贅沢に一芯二葉ぐらいでいこうかなと。ああ、5ぐらいいかんね。そう、でも3の人もおればなんかいろいろ量によって多分違うと思うんやけど、なんかヤッチみたいに量で勝負するんじゃなくて、やっぱ1つ目いこうと思ったらやっぱこうやって一芯二葉で、これと詰めかも。一芯二葉で、まあ2人がどんな感じで取るか知らんけど、俺は一芯二葉でいきます。どうですか。僕めちゃくちゃお茶好きなんですよ。はいはい。ウーロン茶とかも、だからなんか聞いてたらウーロン茶も作れたりするみたいなんで、加工が楽しみなんですけど、要はなんか5月ぐらいに新芽が出てきて、それを摘むっていう作業らしいんで、若い芽を摘む。お、僕は量より質タイプなんで。なるほどね。もう柔らかい先っぽだけ取ってきます。おお。じゃあキャッチは一芯何葉パターン。ほぼ一芯ほぼないやないか。ほぼ一芯でいこうかな。これ一芯二葉ってやつかな。すごい色が綺麗。3葉までいくともう結構成長してるから、一芯二葉だけでいきます。でこの3葉だけの3番目の葉っぱで飲んでみるのもどういう味が変わるのかっていうのを試したいですよね。これ2人が2葉でいくんやったら3葉でいこうかな。え、もしかしたらあいつも2葉でいくの。あの人はここら辺に見るところ雑草とかも俺もう最悪秘密で最後の最後にちょっとやつがいい目つんどったら最後雑草を掘り込んだ。いや彼の中に雑草を掘り込んだ。多分バレねえじゃん。隣に生えとる豆とか、あのピーピー豆とか、なんか毒ダミとか入れる。ピーピー豆入れてるから。葉っぱもそれぞれ目によって黄色くなったりとか黒くなったりするやつあるから、黄色いんはもう日焼けとかだしな。やし、黒いんとかないやつをいいやつだけ選んでいこうかな。黒いそこまで見えてないんだ。お互いのディスりがすごい。気づくわ。あかんかった。取れるわ。やつ、どう、いい生えてる。いっぱい生えてるわ。あ、さやつは3葉でいたいな。野球やそれ。ほんま3、俺は1,2,3,4,5 一芯5よ。もうこれはなんか雑味しかなさそう。キュンキュンですよね。でも綺麗な、綺麗や、なんか色が綺麗。そう、あ、ちょっとめちゃくちゃ新芽。ここめちゃくちゃ新芽やでって、みんな同じこと思ってるけど。めちゃくちゃ新芽ってあれで、あの赤ちゃん見てめちゃくちゃ赤ちゃんって言うと一緒やで。おかしいや、めちゃくちゃ赤ちゃんって言われて、そうやでって言うやん、みんな。いや、でも俺ね、言わしてもらっていい？やっちもにゃっちも、結構水飲むんですよ。僕、めっちゃお茶飲むから。多いよ、だって。家もんと。あやたくって。すごい、もう大手さんすごい。大手のお茶、めちゃくちゃうまい。俺あれやで。お茶パカっとるタイプ。ちゃんとお茶。花開くウロウジャツ飲んでたやつ。知らんかった。でもそれやったもん。な、負けれへんな。いや、うまい。な、ちょっと思ったんやけどな、お茶っ葉って生で食べれるもんな。いや、この摘んだ感じ全然お茶の香りせん。そう、お茶の香りはもしてないやん、言うて。葉っぱやん、柔らかい柔らかい葉っぱ。うん、なんか
食べれるのかなと思って。庭の生垣に生えてそうやから。そんなおしゃれなフレーズいらんねん。食べたい人おるやん。どういうこと？いや、どうだろう。生で食べてくれる人おるんかな。じゃあせっかくなんでね。行くの？前のタケノコで、ほんまに。その日の夜、中毒症状。確かに。そう。一回呼吸困難だったもんな。ほんまに。ヒーヒーな。呼吸浅くなったもん。でも、お茶っぱでさすがになんか、そう。そんな出へんやろ。だって、お茶っぱって、抗菌作用、お茶ってあれやんな。あ、もう一個。行ってもうたよ。どういう味？え？葉っぱ。あ、そうだ。その辺の雑草を食べてる感じ。ほんまに。やってもやってみる。いや、こうちゃん、ほんま嘘やろ。葉っぱだね。葉っぱだ。一回もさ、騙されたと思って。美味しいかい。ほら、新鮮な。これ、食べてみよう。あ、すげえ、なんか。すんごい葉っぱやな。でしょ。ただの葉っぱだよ。昔なんかピーピー豆を思い出すわ。あー、わかる。なんかピーピー豆。こっから想像つかんな。いや、つかん。だからこっから結局、乾燥させて、行ったりしてね。とりあえず乾燥させてお茶っぱを作ってくっていう。ような、逆に言ったらそれぐらい、えぐみとか、あれがないってことやった。えぐみはない。確かに。ない。その、まあ、風味とかも、うん。そうそうそう。包装系でもないってことや。うん。あ、でもなんか残りがを口の中でホワホワさせたら、なんかお茶。すごい。そう。いや、マジで、なんか残りががお茶や。緑茶、緑茶。確かに、ほんまや。ちょっと綾高町だったみたいな。いや、綾高町。ほんま確かにお茶やわ。え、どんだけ食べた？全部いった。僕も全部いった。で、最初は、めっちゃ葉っぱやね。苦い。いや、お茶や。あ、早っ。あの、お茶。お茶って分かるんだ、でも。そうそう。いや、分かった。へぇ。めちゃくちゃお茶。そう。っていうか、ほんまにあれや。緑茶の方や。そう、緑茶、緑茶。あの、苦味がない方。うん。なんか、ツバとかとかやると、風味が。よりな、うん、お茶になる。うん。え、すごいやん。昔の人すごいね。すごい。なんか面白い。これ、どうやってみんな考えたやろな。これ乾燥させて飲んだら。ずっとお茶や。苦味ないはおかしいけど、いった感じじゃない。この、うん、生やから柔らかい感じの。でも、この、下の葉っぱよりも芽の方がやっぱえぐみないわ。新芽の天ぷらとかあるらしいんで、お茶の。あ、今晩やってみよう。あ、やるってやってみてよ、うん。収穫始めて30分。ナチ一袋溜まりました。はい。いっちゃんは？もうこんだけ。ちょっと少ない。やっぱそのナチは一心三用。だから大きい葉っぱまで取ってるのといっちゃんが？一心一用。一心一応もうすごい赤ちゃんみたいなやつばっか撮ってるから。こうちゃんどれぐらいになった？まだ半分の1ぐらいです。一心三四ぐらい。そうですね。こうちゃんも結構大きめな葉っぱ撮ってくれてるんで、結構いいペースで増えてます。どう？結構撮れました。めっちゃ撮れたね。一袋だけどめちゃくちゃいい匂いする。へえ。なんて言ったらいいこの、え、お茶のなんか抗菌の芳香剤みたいなのあるやん、うん、ほうほう。なんか芳香剤おかしいけど甘い。へえ。なんか嫌な青臭さじゃないってことやんな。何してんの？すごい。なんか水きれい。佐々木さん泳いでる？そう、なんか泳いでる？すごい匂いするもん。いや、ほんまに何時やろ。多分これ、いい香りするわ。新芽やからこその甘い香り。うん、へえ。なるほどね。分からなかったけど。うん。集団だと。で、密封されてる中のこの入り口からこうやってやると。なるほど。独特だね。だけどほんまにすごいねこれ。楽しみやな。いや、ほんまに楽しみ。楽しみ。じゃあちょっと雨降ってきたんで、そろそろおしまいにしましょうか。うん。ここでまたお茶を作りましょう。はい。どんなお茶ができるか楽しみです。ほんまに。ね。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。無事終了しました。めっちゃ取れた。一袋。そう。まあそれぞれ、まあ取り方違うけど、で加工もそれぞれして。誰が美味しいか、はい、要は乾燥させたらいいやん。いや、まあ、簡単に言うけど、まあ、いろんな過程がありますけど、うん、よし、今回は自分らで飲むから、はい、うん、まあ、ちょっと楽しみだけど、誰が美味しいお茶を作れるのか。そう、はい、また次の動画で、うん、そのバトルの結果報告したいと思います。今日は見ていただいてありがとうございました。この動画いいねと思った方は
いいね、もしくはチャンネル登録をお願いします。よろしくお願いします。それではいつもの行きたいと思います。せーの、農業楽しい。お茶いい香り。